こんにちは。ハマチャンネル第4弾？ん？ 5 弾？4弾。魚をさばく。今日もやっていきたいと思います。今日はどんなお魚が僕を待ってるのかな？楽しみですね。じゃあ、行きましょうか。やってきました。美味しそうな魚いっぱいあるかな。まあうなぎもあるし。どれすっかな。なんかこれ太っとって美味しそうだけど。奥さんかな。前のあの中国産みたいなのマジで嫌やからな。中国産食べたんですけどね、かなり皮が分厚くてブニブニなんですよね。どこ？あ、ほらね。これは？あ、こっちやな、国産はな。あ、これでかいやん。あ、白いってことやな。こっち？ん？うまくて焼きできる？じゃあ、どうしようか。はい、か、白焼きする？じゃあ、ほら、いける。はい、じゃあ、うなぎゲーッ。切り子でやろう。明太子でもどっちでもいいよ、俺。どっちでもいいよ。あ、イカもあるね。ケンサキイカ美味しそうやな。ニャモズク、アナゴ、アマス、コダイ。いや、なんかわからんけど、あ、刺身でもいいし。刺身するじゃん。アジ2尾、はい、大きいのね。第4回になるまでさばけなかったからね。今日はちょっと楽しみだな。ただいま。はい、第4回魚をさばくシリーズ。今回はですね、素敵な魚を買ってきちゃったぞ。これは実は一番最初からですね、この魚買いたいと思ってたんですよね。まあさばくの基本、マアジでございます。こちらです。立派なマアジですね。結構な大きさですよこれ。ほら、手のひらの右から左までもう間に合わないぐらい大きいね。ぐちゃ、ただいま戻ってまいりましたよ。美味しい魚買ってまいりました。アジをさばくのが基本とされてるんで、今回はですね、このアジをさばいていきたいと思います。この立派な方、なんと200円で購入しました。じゃあそれを焼いていくぜ。今日はですね、じゃあさばいていきます。まず小手刃でですね、このアジのゼイゴと呼ばれる部分ですね、硬い鱗を取っていきたいと思います。これ全然歯が入らない。あれ、これそんなむずい？ゲジゲジみたいなのをこう取っていくんだよね。本当だ、ゲジゲジみたい。よし、じゃがじゃーん。ついてないわけじゃないと思うから、ちょっと包丁でこうして取っていくね。鱗巻きじゃないんか。それはね、もう鱗巻きだ。こんなのね、おっ、危ない。ちっちゃい、まあね、ちっちゃいね、ほんとちっちゃい鱗がついてるからかな。包丁ザクッと入れる。よし、硬い。まあね、3枚におろすのも多分手慣れたもんでさっとできるんじゃないかな。まず1本背中に入れてあげます。もう慣れたもんだからね。いいよいいよ、こっちのカメラで撮れてくから。はい、ところに当たってる音なんだよね。あ、ザクザクって言ってますね。いいねいいね、近いよ。まるちゃん、ごめんなさい。はい、ほら、うまっ。これマジでうまくない？俺、ほらほら、あ、すごい上手よね、もうね。で、骨を抜いていくって感じかな。そうそうそう、じゃあ次、ひらめいて。あっちの髪にちゃんと取れてるといいけどね。ほんとだね。片付けるのも大変だな、これ。今日はね、その感じじゃないよ、今日は。はい、やばい、はい、やばい。Yeah.
はい、じゃあ違う、腹骨を取っていきます。で、これもね、薄くね、薄く取っていきたいね。まだ、多分お父さんがね、もっとね、すごい上手にいっぱいいるぞ。さあ、いつもお父さんの魚屋さんで、さあ、気がすんな、俺。ほら、ほら、見てこれ。ねえ、お父さん、マグロっていつさばくの？さすがにマグロはやらないの。え、なんで？え、でかいもん。え、でも。このまな板に乗らないじゃん。イエイ。ピンセット買ったんですよ、ピンセット。カメラ撮れてない？ひょっとして。嘘。渋谷さん、じゃん。ああ、胸。今日ね、せっかく用意した2回目、録音ボタン押すの忘れちゃいました。しょうがないんで、こっからですけど、やっていきたいと思います。よし、ほら、1本。2本。そうそうそう。3本。痛いね。なるでしょ、4本。5本。6本。よくわからない、今日は、これは、フライにします。決めました。やめました。はい。はい。じゃんねー。じゃねー。